世界一難しい恋、大野くんもごもごしすぎ、セリフ聞き取りづらい、なんていうね、滑舌の悪さに対する視聴者の不満の声がネットでは殺到してたらしく、確かにそれはごもっともな意見なんだけど、それだけでは済まなくて、さらになんとこんなね、辛辣な感想までもあったそうで、ウェブサイト朝女4月18日付の記事によると、おちびさんの大野が足を組んでソファーの肘に腰掛けていた場面はお子ちゃまそのもの、とっちゃん坊や社長などイケメンやり手社長として評判の鮫島礼二役に大野はキャスティングミスとの意見が噴出した。テレビ誌の記者は問題は大野の身長という、大野の身長は公式発表だと166センチですが164センチではないかとの説もあります。もしこれが事実ならば春と同じ身長ということになる。だからなのか一流ホテルの社長室企画戦略部に配属されている割には春の服装がカジュアルすぎる。本来ならばスーツにヒールの靴ですよね。大野より背が高く見えないよう、あえてカジュアルな服装にしているのではないでしょうか。なるほどね。ふん。まあ確かに、これまたごもっともと頷いてしまう意見なわけで、意外なほどマイナス評価が多い感じ。ね。ふん。で、ちなみに、気になる初回の視聴率は 12.8。堀北真希に大悟と、結婚で世間の話題をさらった二人の共演で注目されたこの前のクールの彼岸花警視庁捜査7課の 11.2 を上回ってはいるんだけど、これはね、 NHK の朝ドラ朝が来たで大ブレイクした春がヒロイン役っていうのが結構大きい感じで、つまりね、ゴールデンタイムでは2012年4月クールのフジテレビ月9鍵のかかった部屋以来4年ぶりの主演となる大野聡に対しての期待度だけではひょっとしたらここまでの数字にもならなかった気がする次第ね。まあとにかく今回の不満の声が今後の視聴率の動向にどれほど影響してくるか、そこが気になるわけで。ふん。で、ところで、今回の役どころに関して、大野聡自身は制作発表の席でこんなコメントを。今回はホテルの若社長という役なんですが、かなり変わった人。その変わり者がどんな恋をしてどんな成長を見せていくのかとても楽しみですね。実は昔から社長の名刺を持つのが夢でした。社長という仕事にはあまり興味はないのですが、代表取締役という名刺に憧れます。ある意味今回夢が叶いました。とにかく見てくださる方が毎回ドキドキするようなお芝居をしてみたいですね。ぜひテレビの前で笑いながら温かく見守っていただければと思います。まあ確かにちょっと違う意味でドキドキしてしまった、そんな人は結構いたかもね。で、ちなみに今回のキャスティングに関してプロデューサーは、恋に不器用な主人公の恋愛弱者コメディ、どんなにダメな感じでもどこか素敵で笑える、大野さんは超絶にベストなキャスティングの俳優さんです。と、まあ、かなり太鼓判を押してるんだけど、でも考えてみると、劇中で小池栄子が演じる秘書と同じ立ち位置で、大野聡を温かく見守ることができる、そこまでのファンというか、理解者であればね、それこそ背の低さをいじってるとしか思えないような、あの、巨大な水槽でのメダカの餌やりなんかも微笑ましく感じられて、全てが楽しめるラブコメになってたんだろうけどね。え、問題はそう好意的に捉えた視聴者がどれほどいたのか。うん。ちなみにヒロイン柴山美咲を演じる春のコメントは、大野聡さんはテレビで拝見した印象はとてもアートな方という印象、歌って踊ってとても多彩な方というイメージです。うん。
ということで、何はともあれ世界一難しい恋、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。